はい、ということで、今夜の22時54分です。一応今日のこうタスクをこうこなしていたわけなんですけども、結局そのこなしてもまだこうどんどん次から次へとやるべきことが来るみたいな、そういう状態ですね。誰からも求められていない状態っていうのは一番寂しいし、一番孤独だし、一番お金にならないしっていうのでまあ一番怖いんです。まあなんもちろんなので、そのやるべきことがあるっていうのはまあありがたいことですね、本当に。まあこの動画を撮影もちょっと頻度がなかなか上げられないっていう状況ではあるんですけども、まあでもやっぱこういう風に撮影もやって楽しいので、はい、やっていきたいと思います。はい、それではおやすみなさい。はい、おはようございます。翌朝の9時40分になりました。じゃあ今から朝ごはん作りたいと思います。いや、いい感じで美味しそうですね。よし、いただきます。うまっ。写真のやり方だったりっていうのも、ちょっと確認をしたいと思いますんで、はい、終わりました。あれから2時間ぐらいちょっと連絡してしまいましたけども、はい、終わった。ちょっと仮眠しますわ。よいしょ。ってやってる場合じゃないんですよね。はい、話をどんどん進めていきたいわけなんですけども、まあ、最近僕の、コメント欄とかを見ていくと、なんかその、断捨離したけど、やる気がなくなっちゃいましたっていうコメントを結構いただくようになりました。で、これは僕もあったことなんですけども、その断捨離を一発目やった後っていうのは、なんかその無駄なものを断捨離したように見たんですけど、でもなんか冷蔵庫だったり、椅子だったり、ベッドだったりがですね、もう気になってしょうがなくなっちゃったんですよね。で、それでヨガマットの上で寝てたっていうことをしてました。で、そうなった時どうなったかっていうと、働く気がなくなったんですよね。なんか、10万円ぐらいあれば十分楽しく暮らせるし、豊かに過ごせるしっていうので、まあ、働かなくていいからみたいな感じで、その向上心とかモチベーションとかっていうのがなくなっちゃったんですよね。で、僕がその無駄だと感じたものを徹底的に断捨離をしていた時っていうのは、その何て言うんでしょう、趣味の時間だったり、その自分の楽しいことっていうのもとにかくその徹底的に省いていって、その仕事にフォーカスするぞっていうことでやったんです。で、そしたらなんかこう日々の楽しさみたいなのがやっぱなくなっちゃってた気がしますね。で、その後にいろいろコメント取りをしていって、本当にやりたいことは何かとか、じゃあそれに向けてフォーカスするための環境づくりってどんなものかなみたいなのを考えていったら、まあ今こういう感じで、よし、じゃあベッド置こう、睡眠の質って大事だからベッド置こうとか、必要なものだったり自分が持っててワクワクするものっていうのはどんどん入れていこうっていうような考えになって、まあ今こういう、なんていうんでしょう、まあ若干こうシンプリストっぽくなってるんですけども。で、僕はこうやって外をプラプラ歩いたりとか、あとこうやってカメラでなんかいろいろ撮ったりとか、あと筋トレしたりとかっていうのがすごい好きなので、まあ、最近はその好きなことが日々の中に取り入れられてるんですね。そう、だからこそこの好きなことを続けたいために、もっと仕事頑張ろうとか、もっといろんな人に会いたいから仕事頑張ってお金もっと稼ごうみたいな感じで思えてるわけです。でも最初の頃、僕が断捨離したての頃っていうのは、もうそういった欲まで断捨離してしまったので、だからやる気がなかったりとか、仕事やっててもモチベーションが上がらなかったりしてましたね。なので僕はその好きなことをするためだったら別に物を入れてもいいと思いますし、そこは別にミニマルになる必要はないと思いますんで、なんか好きなことだったりやりたいことっていうのはどんどん追求してほしいなっていうふうに僕は思ってます。はい、ということで、じゃあ今からもうすぐ別の用事が入っているんで行きます。僕は旅が好きですし、やっぱ気持ちのいい人たちと一緒に旅をしたいっていうのがあるので、本当はもう世界中で旅行をするところに向かってこれからも頑張ります。まだまだ全然ですよね。